皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。あいだよ。前回は仮面をかぶった変な人たちがいろいろ言って終わったわね。どっちの仮面を選ぶのかって話だったよな。あら、いつの間にこの場所へ。昨日からいろいろとおかしいな。何が起きてるんだ。仮面の男たちのことについては話してるみたいだね。そうそう、金の仮面か銀の仮面、どっちかを選べって言ってたわね。それで3日後に聞きに来るってのも言ってたわ。あれは夢ではなかったわよね。夢の世界の話ではなさそうだったよな。おっと、起きろ。ちょ、何が起きてるんだ。急展開すぎて理解が追いつかないよ。どこかの建物の中みたいだね。最近急な移動が多い気がするわ。移動っていうか、場面が切り替わってるって感じ。ここもいつもの失敗のように巻き戻ってる感じがしない。成功しても戻される。この能力は未来予知みたいなものだったはずだけど、うまく予知できてないってことなのかな。あの荒れ果てたジャングルで28年が過ぎた。兵士を殺すのはそう悪いことじゃなかった。もはや記憶も曖昧だ。だが、ムラムラが燃える様子を、裸の農民たちが泣き叫ぶ様を。ここは、夢なのか現実なのか。兵士を殺すってことは兵役してた頃の記憶って可能性もあるのかな。俺は毎日見ている。トラウマのせいじゃない。薬のせいだ。たった1週間の記憶が、1年くらいの長さに感じる。耳にする言葉は引き伸ばされ、虫の羽音は次第にうるさくなっていく。薬が切れた時、時は止まる。お前はジャングルの中に永遠に閉じ込められる。まるで縮みゆく砂時計の砂粒のように。次にどうなるかは分かっている。お前に頼みがあるんだ。残りマイナス684日、相当な未来の話ってことかな。これは見覚えがあるわね。戻ってきた。いろいろな衝撃体験があったな。そういえば昨日は薬をもらえてなかったけど、それが関係あるのかな。何を話し合ったか全く覚えてないっていうか聞こえてないんだけど。長くなったが、今回のターゲットはアルカシム。今回はドラッグ関連じゃないのね。軍事的な何かなんだろうね。というわけで今回のステージは屋敷。なんか見覚えがあるわね。最初に来た場所じゃなかった。難易度は上がってるけどね。最初に比べてものすごい数の警備の量だ。でも見覚えのある場所ってのは助かるわ。厳密には違うんだろうけど、ちょっとやりやすく感じる。あ、空振りした。あっぶね。危なっかしいな。神がいるわね。あいつ軍に関係してるんか。政府の軍の一員で上司っぽいし、あの横暴さの理由が分かった気がするわ。話は終わったかな。動いたら撃つのかな。動かなくても撃ってきそうだけど。
狼に逃げられちゃった。あいつの装備どうなってるんだ。重装備の敵も切れるのにあいつだけ全然切れないのよね。でもリーゼントの鉄パイプみたいなので刀防がれるし、意外とやりようによっては防げるのかもね。おや、ここは見覚えあるね。不思議体験の時に見た光景だな。今回はちゃんと戻るわね。よかったよかった。やべえ積んだ。拾った勢いで投げちゃったよ。もっと落ち着いて行動しよう。これでよしと。電力がなくなったから監視カメラが動かなくなったね。グラッセ視野が狭くなってるみたい。一気に近づいて倒しちゃおう。相手の視野が狭いのは助かるわね。こっちは普通に見えるし、なんか火炎放射器みたいなのゲットした。これで引火するかな。おお、いっそう。でも爆発したから敵が寄ってくるぞ。寄ってねえじゃねえか。耳が遠いのかな。この二人が最後みたいね。さて、ここら辺は銃持ちしかいないわね。視界が狭いからなんとかって感じかな。銃持ちにも下手すると攻撃防がれるのね。とりあえず引火させて爆発させるよ。音を聞いて敵がわらわらやってくるね。一人ずつ倒していくよ。右の方の人が来たら攻めようか。あとは右上の部屋の人だけかな。はい、こんにちは。で、こいつは時間ギリギリまで待つと特別なキーを落とすから待つよ。めっちゃ待ったわよ。2分ぐらい。こんなに制限時間ギリギリにならないと取れないのね。あとは出口に急ぐだけ。扉にもたれてる人ちょくちょくいるけど、実際にこれされたら邪魔じゃね。警備してて普通は人が入ってこないからなのかな。うん、うまくバレないように一人やれないかな。さすがに一気に3人に撃たれるのはよろしくない。危ない危ない。ヒヤヒヤするシーンが多いよ。うわ、トラップ。あれ、予知の段階ではトラップなんてなかったのに。ここはどうやら捕まっちゃったみたい。こいつは V っていうのね。そういえば名前を知らなかったな。今までは狼って呼んでたし。で、問題はここからよ。割と絶体絶命って感じなんだよね。どうやってこの状況から抜け出すか。やり直すにしてもこっからだもんね。同じことを何回も聞かないといけないのかな。とりあえずいろいろ情報を聞き出してなんとか逃げれる隙を作れればいいんだけど。そういやデートをするんだっけ、V。クロノス。使っている、何のことだ。
クロノス中毒。クロノスは薬の名前なのか。仕入れ先？多分あのカウンセラーが使ってくれる薬のことだよね。アルカシム、今回のターゲットが彼だったのね。というわけで2回目のボス戦、ミスターツフェイス、でっかい斧が特徴的だね。自由に動けるようになっちゃえばこっちのものよ。こいつも簡単には切れないわね。このゲージは何だろう。武器の耐久値。うげえ。どんな斧の使い方してるのよ。紐でも仕込んでんのかな。武器の耐久値だったか。というわけでとどめを刺して V を追いましょうか。ターゲットのアルカシム死んだしな。さっきぶり。てかいろいろ気になることを話してたね。雪と V にはボスがいるってのと、ぬるって単語か。V がいるにはドラゴンはクロノスを服用してるみたいだし。クロノスを使った人たちのことをぬるっていうのかな。ってことはドラゴン以外にもクロノスを使った人がいるってことだし、そのうちで会うことになるのかな。お互いに未来予知ができるってこと。そうなるんだ。俺らが未来予知ができるからって他の奴らも同じかって言われると微妙な気がするが。とりあえず V を追うためにバイク乗ってるけどなんでもう敵がわらわら集まってくるんだろうか。どこにでも部下いるよね。何人いるんだ。今切ったのって V? おいおいおい、なんでバイクを切って吹っ飛んでったはずなのにヘリに乗ってるんだ。タフねー。で、どうやってヘリを撃ち落とすか。
うん、銃弾を打ち返せばなんとかなりそう。うん、ミサイル避けにくいわね。一体場所に落ちてこないでほしいわ。お、撃ち落とせた。まだ生きてんのかこいつ。タフさだけは素晴らしいものがあるね。やっぱりムルは複数人いるみたい。最低でも6人は V に殺されたみたいだし。どうやら狙撃に特化した能力を持ったムルがいるってことかな。ってことはクロノスを使ったことによる能力は個人差があるみたいだな。なんだあいつ、どっから来た。いつ来たか全くわからなかったわ。ここは引きましょう。どうやらカウンセラーは激おこのようだね。はあ、仕方ないでしょ、捕まっちゃったんだから。お酒は全くわからないから任せるわ。俺もわからないからな。適当でいいか。このお店の名前かしら。この北斗百裂拳ってやつ。正直めっちゃ気になる。また秘人。戦争が終わったばっかりなのかしら。第三地区は元軍人と薬中しかいない。そりゃ治安も悪くなるわ。ジャングルで戦ってた。やっぱりあの時のは夢じゃなくて過去の記憶。これが戦闘用ドラッグってやつか。 V はクロノスって言ってたよな。うん、なんかここで話すべきじゃない気だからこそ話したくなっちゃう。言動と行動が一致してない。未来が読めるように。人の考えを読める能力を持ったやつもいるってことか。視界が歪む。飲みすぎは良くないってことだね。もうお酒飲まない。ほどほどに飲めばいいだけなんだよな。あ、頭がガンガンしてよく聞き取れないわね。